どうもジョルです。うちです。パニックモンキーです。イエイ。ということで、はい。今日はね、久しぶりの、はいはいはい。恒例企画。お、まあ珍しいやつじゃないですか。うん。多分ここ最近やってないねんか。はいはい。ってことで、やりましょう。やりましょう。今日の企画は、キキチョコ。あ、キキチョコいいじゃん。はい、来ました。恒例のね、キキ企画。キキね。最近やってなかったよな。もう3ヶ月ぐらい。うん、なんか、他にもいろいろ撮る動画ないかなってな。やった。うん、キキ系はあんま撮ってなかったけど、今回ね、キキするのは、チョコレート。チョコレートね。ドン。しかも結構難しいやつ。難しいよ、今回。これでね、しかもめちゃめちゃ高いやつ。やつ。200、300円ぐらいするやつな、うん。で、今回ね、紹介するラインナップは、まず、王道の、明治のミルクチョコレート、はい、明治同じくのブラックチョコレート、はいはい、ガーナのカカオ 50% のブラックチョコレート、ガーナのミルクチョコレート、はいはい、ガーナのローストミルクっていうね、これ食べたことないわ、焦がしミルクって書いてる。まあこのね、5個で今回はねやっていこうと思います。チョコバットが一番好きなお菓子やから。ガチの方あ、やばい、壊れてるわ。今日のうち一味違うぞ。ガチの一緒じゃん。ガチのほぼうちガチのほぼねえ、石何がおもろいねん、こいつ。だるいわ。意味わからへんやん。明治明治ブルガリア。あーどう知らんやん。何も知らんやん。じゃあ早速ね、うちから。やらせていただきます。キキチョコチャレンジでお願いします。はい、じゃあね、とりあえず目隠ししてください。はい、それではもう早速、うっちのチャレンジやっていきます。レッツゴー。当てれるよ、きっと。頭の中に刻まれるで。じゃあ、はい、口開けてください。はい。入れますよ。一問目。ん？ガーナの、はい。ガーナのミルクやな。ガーナのミルク。うん。なるほどね。じゃあ、二つ目。二つ目が。あ、もうこれは。はい。明治ミルク。はい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 。なるほどね。うん。じゃあ、三つ目ね。ちょっと待って。はい。これ焦がしよう。焦がし？うん。お、なるほど。ここで初めて食べたやつが来ましたか？いや、食ったことないから分からへん。そりゃそうやな。ああ、そりゃそうや。だから焦がしでいくわ。いやいや、いいんじゃない？だいぶ。いい線いってるわ。うっち。そうか。マジ？おめでとう。俺。ないねん、お前。いいやつ目いきます。うん。やつ目ね。はい。まあでもガーナよりやな、味が。ガーナより？うん、明治じゃない。明治とガーナで区別つけれちゃうんすか？いや、多分これガーナやで。やりますね、うん、ガーナブラックやな。じゃあ、いきます。はい。最後、5個目どうぞ。いや、これ食ったことないな。食ったことない？これ焦がしやわ。あ、これ焦がし？で、うん、焦がしって言ってたやつをブラックの、うん、明治にしてくれる？焦がしって言ってたやつを、で3番目やな。ブラック？うん。なるほど。オッケー。うん。これでオッケー。オッケー、じゃあ出それました。じゃあ目隠し外してください。はい。はい。5問中、はい、1問正解です。嘘です。2問正解です。あ、2問でしたか。はい、焦がしと明治のミルクチョコレート、はいはい、この2つだけ当たれた。あ、当てれた。そう、ほんまに。うわ、怖いな。じゃあね、うっちーの結果は、5分の2。じゃあ次ね、僕少年がいきたいと思います。神の舌って言われてるからな。神の舌、神の子、そして生まれは一般人。イエー。次、いきまーす。一発目やけどな。次とかじゃないから。はい、一斉ので、あーん。一斉ので、どうぞ。
ガーナやったっけ、ガーナの 50% のブラック、ガーナの 50% のブラックね、うん、はい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 、それでいいのほんまに、うん、いいよ、お前はほんまにかわいそうな子やわ。あ、どうにしようかな。じゃあこれでいこうかな。はい、どうぞ。オープン。きた、これきた、ガーナの、うん、ミルクチョコレート。あ、ミルクチョコレートね、うん、なるほど。いやー来てるね、激アツやん。やっぱり生まれが違うとこうも変わるかって感じ、うん、お前とはもう天と地の差やからな、うん、天竜人とスラム街ぐらい違う。こいつはレモンとリンゴの味もわからないし。ピョンキャな。じゃあ次はこれでいこうかな。はい。うざいって。何のカモフラージュやね。明治のブラック。明治のブラックは甘く、うん、甘いね。あ、若干な。うん。いや、わかるよ、その気持ちは。ぐぐぐぐぐ。ちゃおってくるやん、こいつ。やっぱり、女性の人気って言ったら、やっぱこれよね。ミルクチョコレートやん。じゃあ。そういうことかもしれへんし、それも全部布石かもしれへんからな。やっぱり、バレンタインって言ったら、これですよ。はい、今。はい、来ました。はい、どうぞ。お菓子やわ、なんか。なんかキャラメルっぽい匂いする。ああ、焦がしでいきますか。うん、そうですか、焦がしですか。糖分を焼いてる感じ。うん、そうなんや、すごーい。ザじゃあラストね。これはまあまあまあ最後いかせていただきます。はい、幸せなチョコ。はい、どうぞー。うん、これ明治のブラックで、明治のブラックって言っちゃったらミルク、明治のブラックって言ってたやつがこうで、ミルク明治の、明治同士のトレードで、これがこれね。うん、ということでオープンしていただきました。はい、正解したのはこれだけです。ほんまに。はい、残念でした。え、ここ合ってるやん。え、合ってた。ブラックやろこれ。ブラック、これブラックやん。色明治のブラックって言ってて合ってるわ。ごめん、間違えた。3問正解。じゃあ3問正解です。え、間違えたのどこじゃん。これ、とここ。あ、これ間違えたん。これ3つ合ってます。はい、有言実行5分の3。いや、もう黒しか合ってない。ってことでね、やっぱり僕の勝ちで終わりました。なんでやねん。俺の勝ちじゃん。お前5分の2や。ということでね、結果発表なんですけども、はい、ウッチーが5分の2正解で、僕が5分の3正解ということで、はい、まあ今回もね、僕の方が1つね、上回りましたということで。さすがっす。そやろ。やっぱ俺の一個上いく人間は違うっす。よう食ってるからな。そうっすっすっす。そのレベルの差があるから。そうっすっす。うん。めちゃめちゃキモいやん、こいつ今日。なんなん、後でどつけましょうか。やるや。やっとこか。三三でやろうぜ。うん、誰と誰と誰いるん、あと。え、いるやん。誰と誰どころじゃん。あと4人必要やから。そこにいっぱいいる。何やん、怖っ。めちゃめちゃ見えてるやん。見えてるよ、それ。ということでね、今日の動画はこれぐらいで終わりたいと思います。皆さんね、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。じゃあね、バイ。